試合、ランプルルールシャッフル戦を行います。青コーナーより天選手の入場です。残り試合時間30秒。
名の結果をお知らせいたします。ジャッジ斉藤青天、ジャッジ杉村赤徳田、ジャッジ田中ドロー。よってこの後インターバルを始めまして1分間の延長戦に入ります。倒しきれなかったんで。